アイマラ。アイマラは、南アメリカのボリビア、ペルーやチリのアンデス地域に住む、先住民族、インディオーの一部族。ボリビア、ペルーのチチカカコ周辺、及びチリやアルゼンチンの一部に住む。人口はおよそ300万人と言われている。アイマラ語を話す。アイマラ族の歴史については、様々な説がある。一説では、 アルティプラーノの代表的な遺跡であるティワナク遺跡の主な担い手だったという説があり、他方で、紀元12世紀頃にティワナク社会が崩壊した後、シリアペルー南部の海岸部から北上してきたという説もある。サンプルは少ないものの、ミトコンドリア DNA による分析で、現在のアイマラ族と、 チリ北部にあるサンペドロデアタカマから発見されたミイラから採取したマドンナが近いという調査結果もある。同じくティワナクイ出土の人骨から採取したマドンナはアマゾンの先住民に近くアイマラ族とはやや離れるという説もある。これもサンプル数が少ないため確証には至っていない。さらに言語の系統からリマ東方の山間部がアイマラ語族のこ地という説もある。 いずれにせよ、歴史上、確実にアイマラ族が、チチカカ湖沿岸に現れるのは、ティワナク社会崩壊後の紀元後13世紀頃からで、ある。チチカカ湖周辺はかつて、ウルコスウユと呼ばれていた。この時期には、アイマラ小王国、ルパカ、パカエ、コリアなど、が、チチカカ湖沿岸に拡挙していたと言われている。やがて彼らが、現在のペルー領にルパカ王国を、ボリビア領に、 パカへ王国などのを築いたという説がある。このルパカ王国は、在来のウルあるいは、プキーナ五族の人々を圧迫し、父カカコエンガンを支配するに至ったという説がある。ただし、に関しては、ウルプキーナ五族系統という説もある。しかし、これらの記録は、インカ帝国崩壊後の、スペイン人征服者たちの記録によるものであり、内容は整合性を持たない部分も多い。 彼らアイマラ小王国は、現在のペルー南部の過国、モケグワ川などに飛び地を持っていたことが、スペイン人による記録文書に記されている。現在では、チリ領になった地域にも飛び地があったため、現在では、本拠地のアルティプラーノとは分断されてしまったところも、ある。同時に、コチャバンバにも、飛び地を持っていたらしい。飛び地では、アルティプラーノでは栽培できない植物、 例えばトウモロコシやコカなどを育て、さらに樹木も伐採していたらしいことが、スペイン人によって記録されている。インカ帝国が起こった時、地チカカ湖周辺にはアイマラ族の王国が拡挙していた。インカはその小王国の争いに乗じて、各王国を平等していった。しかし、インカ帝国内における一定の権利をアイマラ族たちは保持していたと言われている。また、 こういった関係から、ケチュア語には、アイマラ語からの借用語が多い。スペイン人による征服後、アイマラ族は1781年に、トゥパクカタリを中心として、植民地政府に対して、戦いを起こしている。しかし、最終的に反乱として、抑え込まれ、トゥパクカタリは捕らえられ処刑される。1970年代に盛んになった、トゥパクカタリ運動の名称は、 この歴史事実に由来する。国境を越えたアイマラ族としての貴族意識、国境を越えての同一集団、同一民族としてのアイデンティティは薄い。これはケチュア族などと同様アンデス先住民に見られる特徴である。ただし2004年に国境なきアイマラという運動が起こるなど、国境を越えた形でのアンデス中央高地南部に、 広がるアイマラアイデンティティを広げようとする気も一部ではあるが現れつつある。国境沿いにあるアイマラ族の村々やと隣国にあるアイマラの村とのつながりなどを通してアイマラのアイデンティティの復権、仲たがいしていたアイマラ同士の和解、国境を越えたアイマラ族の統合などを訴えている。しかし今回はボリビア国内政治に対する戦略的要素が強く、 今後の動きが注目される。ボリビアの先住民、特にアイマラー族は政府のあるアルティプラーノに多く居住することもあり、近年政治的発言権を大きくしつつある。ただし以前はある程度大きくまとまっていたのに対して最近ではローソなどを支持母体とする政治集団の力は分散されてしまっている。そのため道路封鎖などの抗議行動でも その参加をめぐって意見が割れることがしばしば見られるようになってきている。それでも近年、ボリビアではラパス県を中心にアイマラ族の人たちは政治的な力をつけてきており、2000年にはラパス市を包囲する事態にまで至っている。2003年から2005年に発生したボリビアガス紛争ではエルアルト住人やアイマラ族たちの運動が非常に激しさを増した。 ボリビアに住むインディオやメスティーソにはママニアキスペという名字の人が多いが、これらの名字はアイマラ族やケチュア族に由来するとされる。現在は都市部などではケチュアやヨーロッパ人との根血が極めて進んでいるが、これらの名字によって出自がわかることが多い。また、現在よりもインディオに対する差別や偏見が強かった時代においてはアイマラ族由来の名字を嫌って、 ヨーロッパ風の名字に変えてしまっったた。人も多かった例えば、クイスプは、クイスバートといったスペイン風の名前に変えていった。キリスト教が浸透するよりも前のアイマラー族の人たちは、死んだ人は神になると考えていた。また、各人の墓が作られ、身分によって墓のグレードが違っていた。さらに、山焼き。 岩などに神が宿るという、いわゆる八百万の神のような考え方を持っていた。このように多神教であったが、最も信仰を集めていた神は、トゥヌパとパチャママであった。トゥヌパは自然現象を司さどっており、パチャママは大地を司さどっていたとされる。パチャママは現在でも広く信仰され続けている。アンデス地方のフォルクローレの主要な楽器の一つである。 サンポーニャは、アイマラが起源であると考えられている。サンポーニャは、アイマラ語では、シクと呼ばれ、サンポーニャを吹いて踊る人を、シクウリと呼んだ。スーリシクウリの項も参照されたい。アイマラ人のエボモラレスが、2005年12月18日、ボリビア大統領選挙で勝利し、2006年の1月22日より、ボリビア大統領に就任している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。